日向坂46の斉藤京子が主演を務める土曜ナイトドラマ、黎明の食卓、毎週土曜夜11時30分から0時、テレビ朝日系の第6話が11月25日土曜日に放送される、黎明の食卓とは、同ドラマは、2016年に漫画、悪い夢だといいのにな、で、第75回千葉哲也賞、最小を受賞した漫画家、稲子氏による、黎明の食卓、ぬかるみの食卓、が原作。不倫相手と幸せになりたいという思いから、ある家族に寄生する、パラサイト不倫、を書くストーリーとなっている。吉沢優、原菜乃から、登場人物の役柄を詳しく紹介。斉藤が演じるねじき親愛、ねじき宮は、田舎町のスーパーで働き、母と二人暮らし。抑圧の強い母親のもと、常に否定されながら育てられたため、自己肯定感が低い、という役どころだ。また、斉藤演じる親愛が働くスーパーの店長、那須川夏樹を吉沢優が、那須川の妻、那須川文子を戸田奈緒が演じる。さらに、那須川の一人息子で、進学校に通う高校生、那須川春樹を桜井海斗が演じるほか、春樹の幼馴染で、春樹に異常なほどの愛情を抱く尾崎千冬原なのか、親愛の母、ねじきみゆきを筒井真理子が演じる。バル、原なのか、千冬、突き飛ばされて階段から落下。第6話のあらすじ。襲いかかってくる千冬、原、から親愛、斉藤を守るため、春樹、桜井、八冬を突き飛ばし、千冬は階段を転がり落ちてしまう。連絡を受け慌てて病院に駆けつけた那須川、吉沢、に、春樹は帰れというだけで何も事情を語らない。そんな中、頭に包帯、腕にギブスをした千冬が診察室から出てきて、自分が勝手に転んだだけだと明るく伝える。そんな三人のもとへ、飲み物を買いに行っていた親愛が戻ってきて、那須川は驚く。バル、親愛、那須川、春樹の気まずい空気を感じた千冬は、那須川と親愛が不倫していること、春樹がそれを知りながら親愛を好きなことを確信。面白がって、親愛と春樹が二人で逃げようかと話していたのを自分が止めたと、那須川に言い出し、三人は凍りつく。帰宅した親愛は春樹とのことを思い返し、春樹が本気で自分と逃げようと訴えてきたことに戸惑い、混乱していた。一方、那須川も親愛のことを考えながら、親愛の純粋さに怖さを感じる。同時に、自分のある過去を思い出す。バル、そんなある日、またしても春樹のマンションに千冬が押しかけてくる。部屋を閉め切ったまま、千冬の呼びかけにも答えずに怯える春樹だったが、やがて千冬の声色が変わり、腕、痛い。早く開けて、と怪我させたことで脅すかのように命令口調になる。諦めて千冬を部屋に入れた春樹は、千冬の抜け出せない地獄へと引きずり込まれていく。吉沢優、那須川、親愛ちゃん、君は怖い。公式ホームページの予告動画では、親愛が文子、育田に強くなりましょう、と語りかけ、文子が涙を流す場面から始まる。そんな中、親愛は文子から、あの人、昔不倫してたの、と那須川の過去について告げられる。一方、千冬は春樹に、私に怪我をさせたことは秘密にしといてあげる、と言われ、この女イカれてる、とつぶやく。さらに、歩道橋の上で真剣な表情で電話をする春樹の姿や、親愛、那須川、春樹の三人で車に乗る姿が見られるほか、親愛ちゃん、君は怖い、と語る那須川の姿が映し出されている。